コナミシンデレラカップ優勝戦進出を決めました田口節子選手です。よろしくお願いします。お願いします。5日間戦われて、どんな感じでしょうか。まあ、日に日に序盤に比べたら足自体は上向いているとは思います。明日もまだもう一段上がるという手応えもありますか。上がり足に関してはちょっと求めれないかもしれないです、ご自身のスタートの見え方などはいかがでしょうか。今節は全然分かってないです。あ、全然分かってないんですか。はい、それとこなめはちょっと難しいとかそういう。いや、このエンジンだと思います。モーターとの田口さんとの相性でちょっとこう分かりづらいというところですか。徳山に引き続いてのは連続優勝がかかっていますけれども、優勝が狙える位置には船足的にはありますかどうやら船足だけで言ったら少し船足では厳しい。まあ、初戦21番、レース行ってもそこはの差は感じますし、船足だけで言うとちょっとできるなら何か展開が欲しいところですか。できるならインコースがいいこの後かかってますねまあでもそこはやっぱり田口節子たるゆえんでここまでしっかりと勝ち上がってきましたもんね。そうですね、はい、まあ精一杯のところかなっていう感じはします。それでは最後に抱負をお聞かせください。はい、優勝できるように最後まで諦めずに頑張ります。よろしくお願いします。田口節子選手でした。ありがとうございました。